ビーコンが欲しい。皆さんこんばんは、土の子ブラザーズのペペロンです。本日もマインクラフトをやっていきましょう。ということでね、今回はウィザースケルトンのトラップを作る準備編ということで、でまあ何をするのかと言いますと、これから作るトラップはネザーのね岩盤を貫通させて作るトラップなので、岩盤をぶち抜いていこうかなと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。今回使うのは黒曜石と TNT、 あとレッドストーンブロックとピストン、あと岩盤まで行くのにはしごを使いますね。あとエンダーパール、自殺用の焚き火、あとまあエンダーチェストかな。上まではしごをつけてるんで岩盤まで登っていきましょう。ほんで、F3 押して、ここが123なんでちょっと低いんで 125OK、 ここにしましょう。こっからエンダーパールを打ち込むんですけど、今からやる方法は Java 版 1.17 で岩盤の上に行く方法です。まあ、統合版の方だったり、Java 版でも他のバージョンだったりする場合は、できない可能性があります。今からやる方法は自己責任でお願いします。あらかじめワールドね、バックアップで取っておいたり、完全に自己責任でお願いします。じゃあ、行きましょう。よっ。お、来た。よし。うおー、来たね。上向きに、置いて、レッドストーンブロックを置いて、黒曜石を置いて、トラップドアを置いて、ここに TNT を置きます。TNT を置いたら、すぐにこうして、ここをクリックらしいですね。ではやっていきましょう。お、お、やべ、ミスった。どうだ？ダメだな。もう一回やるか。よ、よ、おほほほほ、らららららら。らダメだね。いけないね。キーを変えてみるか。ここどこにしとくか。あらららら。いけませんね。めちゃクリック。ダメやん。カット。よし、やるぞ。ほい、ほい。ほい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 。来た！来た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 んじゃね？これ。上向いてっから。そうそうそう。あ、マジ？マジ？マジでっか。こうして。ダメやな。ちゃうし。来た？来た。来たー！やったー！マジ長かった。マジで長かったよ。マジで。何時間かかった？マジかかったんだけど。なんか俺のやり方が悪いのか、マジで時間かかったんだけど。うわー、やったー。これで岩盤貫通した。ということで、岩盤ぶち抜きました。イエーイ。マジで疲れた。連打ツールとか入れてさ、やってたんだけど。すげえ長かった。だってさ、頭なくなったし、もう、こんなんよ。やばいよね。一回修繕しに帰ろ。はい、というわけでですね、まあ、帰宅しまして、修繕もしましたね、ちゃんと。こんな感じで。まあ、頭はダイヤモンドのヘルメットですけど、今回、岩盤をぶち抜いたっていう動画なんですけど、まあ、真似するのは完全に自己責任でお願いします。あとは、自分でいろいろ調べて、まあ、自分のバージョンとか、自分の使ってる機種に合ってるのかどうかっていうのを、ちゃんと調べてから、行ってください。まあ、結構ね、大幅に、カットしてますが、かなりね、苦労しましたね。本当に苦労した。めっちゃ時間かかった。多分ね、やり方が悪いのか、下手なのかわかんないですけど、TNT3 スタック、2スタックくらい使ったのかな ?3 スタック目くらいだったかな、使いました。まあ、次回はウィザースケルトンのトラップを作りたいと思います。ウィザースケの頭が手に入っ
って、拠点の周りはもうすべてビーコンで覆い尽くすくらいのね、勢いでビーコンを作りたいと思います。ということで、チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、グッドボタンもぜひぜひ押していってくれると嬉しいです。動画制作の励みになります。ということで、土の子ブラザーズのペペロンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。